ウクライナ軍が最新兵器でロシア海軍を撃退。クリミア撤退に直面。現在進行中のロシアとウクライナの紛争において、驚くべき展開が戦争の軌道を劇的に変えた。ロシア軍内で絶大な信頼を得ていたティムロフ少佐が、ウクライナ軍に加わるという衝撃的な決断を下したのだ。この裏切りは、ロシアの軍事組織全体に衝撃を与え、戦争の力学を大きく変化させるという重大な結果をもたらした。ティムロフ少佐がロシア軍からウクライナ軍に忠誠を誓ったことは、紛争双方に衝撃を与えた。ティムロフ少佐はロシアのプーチン大統領と親しいことで知られ、ロシア軍と作戦計画に関する貴重な内部情報を持っていた。彼がウクライナ側に離反したことは、機密情報が敵の手に渡ったことを意味し、ロシアの軍事戦略を大きく危うくした。ウクライナ軍はティムロフ少佐から提供された情報を活用するのに時間をかけなかった。この情報によって彼らはドニエプル川流域におけるロシア軍の支配を終わらせることを目的とした作戦を大成功させることができた。この作戦では米国とトルコで製造された最新のハイマース長距離ミサイルと TB2 ドローンが使用された。これらのツールはロシア海軍の軍艦に対抗し、ロシアの弾薬備蓄を攻撃するのに役立った。こうした事態を受けて、ロシア海軍は危機に直面した。ロシア海軍の艦艇は甚大な被害を受け、クリミアに駐留していた S-400H 搭載の海軍艦艇の撤退が決定された。ロシア海軍のこの撤退は、プーチン大統領の指導力に対する直接的な反応とみなされ、海軍高官たちはプーチン大統領の決定に対する不満を表明した。ロシア海軍がクリミアから撤退したことで、ウクライナ軍は地域的な攻勢を計画、実行できるようになった。ウクライナの反攻戦略には、クリミアにあるロシアの沿岸防衛インフラに侵入して妨害したり、ロシアが支配する施設への襲撃を成功させたりといった戦術が組み合わされている。ウクライナの精鋭部隊は、ドローン、衛星、サイバー攻撃、電子戦などのテクノロジーを効果的に活用してきた。彼らは西側の同盟国から先端兵器という形で支援を受けている。ロシアはウクライナの反攻に不服とエスカレーションの脅威で反応している。塹壕戦、地雷原、対戦車障壁などウクライナの前進を遅らせる戦術を採用してきた。ウクライナの技術的優位に対抗するため電子戦やミサイル攻撃も行われている。現在進行中のウクライナ紛争は新たな局面を迎えており、双方が困難と不確実性に直面している。兵力や装備でロシアが数的優位に立っているにもかかわらず、ウクライナは主権を守るという決意と国際的な同盟国の支援によって新たな希望を抱いている。最近の報道によると、ウクライナ軍はロシアの手強い防衛網に直面しながらも、カパニやベルボフといった戦略的地域で限定的な領土拡大を達成した。これらの成功は戦場の平準化と戦線の拡大に役立っている。特筆すべきは、ウクライナ軍がネストリアンカに焦点を当て砲撃を続けていることで、重要地域におけるロシアの防衛力を弱めようとする決意の表れである。これらの動きは今後数日のうちに地域が大きく変化する可能性を示唆している。ウクライナ軍もロシア軍も様々な前線で砲撃活動を強化している。ザプリギア、マラヤ、テフマクタなどの地域での応酬は紛争の熾烈さを示している。こうした戦術は戦術的優位を獲得し、戦況を変化させるために不可欠である。ルハンスク前線ではロシア軍がマカリフカで限定的な前進を見せるなど活動が活発化している。しかしウクライナの戦術的撤退や砲撃などの戦略的対応はこの地域における紛争の流動的な性質を浮き彫りにしている。トルコは黒海におけるロシアの主張がもたらす脅威を緩和する上で極めて重要な役割を果たしている。 NATO に準拠した防衛体制に対するトルコの一貫した支持は、地域の軍事力増強を防ぐ努力と相まって地域の安定を維持する上で極めて重要である。ウクライナ紛争に関する国際会議を主催するトルコの積極的なアプローチは、危機解決へのコミットメントを示すものである。ロシアを排除し中国を巻き込む可能性もあることで、トルコはプーチン政権を外交的、政治的に孤立させ、国際社会の姿勢について明確なメッセージを送ることを狙っている。
トルコが穀物危機の調停に関与することは世界経済にとってより広範な意味を持つ。ロシアの農産物輸出に関する懸念に対処するための国連との協力的な取り組みは、市場を安定させ、さらなる経済的混乱を防ぐための積極的なアプローチを示している。ウクライナはロシアの関与なしに穀物輸出のための国会回廊を確立することを提案しているが、これは経済的自立を主張し、ロシアへの依存を減らすという決意を浮き彫りにしている。この動きは EU と NATO も支持しており、ロシアの圧力に対抗する統一的な姿勢を強調している。ウクライナ紛争が続く中、黒海地域の安全保障環境は依然としてダイナミックであり、争いが絶えない。トルコの戦略的役割、国際協力、ロシアを孤立させる努力は、地域の安定のための包括的戦略を構築する上で重要な要素である。この激動の時代を乗り切るには、国際社会の総力を結集することが重要である。劇的な展開で、ウクライナ軍はアブディフカ地方におけるロシアの野心的な攻勢を阻止することに成功した。伝説的な OAV 連隊に率いられたウクライナ軍は、ロシアの進撃を阻止しただけでなく、侵攻軍の士気にも大きな打撃を与えた。この勝利は、ウクライナ軍の回復力と戦略的手腕を浮き彫りにし、ウクライナ軍に投降するロシア兵を急増させた。東側の軸線上に位置するアブディフカ地区は、紛争の震源地となっている。ロシア軍の計画は、ティブナステポやベリなどの重要な村を占領し、戦略的包囲網を構築することだった。しかし、ウクライナ軍は並外れた粘り強さを発揮し、ティブナ近郊とステポバの重要な鉄道路線でロシア軍の進撃を食い止めることに成功した。ロシア軍のアブディフカへの不運な攻撃は、壊滅的な損害をもたらした。200人以上のロシア軍侵攻兵が排除され、60台以上の戦車と装甲兵員輸送車が破壊された。この壊滅的な損害により、生き残ったロシア兵は同じような運命を避けるために降伏を考えざるを得なくなった。アブディフカでのウクライナ軍の大勝利が引き金となり、ロシア兵の投降が急増した。報告によると、6月にウクライナ軍の総攻撃が始まって以来、投降ホットラインへの問い合わせが 70% 増加したという。5月末までに約 1万6500 人のロシア兵が投降または捕虜となった。この数字はその後数ヶ月で急激に急増し、毎日20、30人のロシア兵が投降していると推定される。アブディフカにおけるロシアの戦術的誤算は明らかである。要塞化された人口の山であるテロンへの正面攻撃は、ウクライナの激しい抵抗にあった。無人偵察機や外交警報などの最新兵器を装備したウクライナ軍は、ロシア軍を効果的に撃退した。ロシア軍兵士のうち、山までたどり着いたのは一人だけだった。プーチン大統領のレトリックは、攻撃的な作戦の自慢から防衛戦を強調するものへと変化した。この変化は、ロシア軍内部の機体の再調整を示している。アブディフカ以外にも、ウクライナの他の地域では激しい戦闘が続いている。ザパラ地方では、ウクライナ軍がドローンによる攻撃でロシアの T-80 主力戦車に大きな損害を与え、ウクライナの軍事技術の有効性を浮き彫りにした。ウクライナ北部では、コンギマン地方で衝突が激化している。ウクライナ軍はコパンス市の奪還に成功したが、ロシア軍の新たな攻勢に直面している。同時に、外交努力も進められている。ロシアのプーチン大統領は、国際的な逮捕状が出ているにもかかわらず中国を訪問した。しかし、ウクライナの領土保全の尊重を強調する一方で、 NATO の拡大を非難するなど、紛争に対する中国のスタンスは微妙なままだ。北朝鮮がロシアに軍事物資を供給しているとの報道は懸念を抱かせる。北朝鮮の大量生産能力は、砲撃戦においてロシアに大きな優位性をもたらす可能性があるからだ。アブディフカにおけるウクライナの毅然とした防衛は、紛争の転換点となる。ウクライナ軍の戦術的な差と、その結果生じたロシア軍の降伏の急増は、この戦闘の潮目の変化を示している。紛争が続く中、世界は注視しており、戦略的な動きや外交的な申し入れの一つ一つが、東ヨーロッパの将来に重大な意味を持つことを認識している。